はい、聞こえますか？聞こえますか？聞こえますか？はい、どうも。はい、どうも。みんな大好き、ゾイド放送が帰ってきました。どうですか？皆さんお元気ですか？あ、お元気ですか？どうも。あ、どうも。あーし、しますか？よっしゃちょっと画面調整しましょうか。しなくていいかな。しなくていいか。画面調整このままでいいか。よし、いいか。あ、でもな、ここ黒いんだよな。ちょっと画面が暗いからちょっと調整しましょうか。少々お待ちくださいませ。いやー、声が小さい。もういいんじゃない、もう声とかいいんじゃない、もう聞く。なんならゲーム音だけでもいいんじゃない。嘘、ちょっと待った。ってことはもしかして。あ、違う。あ、嘘。またなんかおかしいな。こんだけ、上げてんのに。じゃあゲームを下げてマイクちょっと大きくするから、あとは皆さんのスピーカーで調節すればいいんじゃないですか。今日やる気なかったな。はあ、ちょっと待ってください。画面の色どうしようかな。もうちょっと明るくしようか。画面だけでももうちょっと明るくしようか。キャプチャーどれけ。あった。よし、行きましょうか。どういう風の吹き回しで。あ、それはいい質問ですね。鬼のようなラインが来ました。ほんと疲れてるわ。疲れてるっていうか、なんていうか、気が向かない。だってこれもう2ヶ月ぶりぐらいですぜ。もう、あの人ピクミンやってし。別の人はピクミンやってし。よし、行きますか。はぁ、そうですね。放置っていうか、まあ、はい、あえて放置してましたよ。で、レトロフリークのセーブも使ってるんで、ガンガンこのゲーム。もう、ロードします。はい。もう、ピクミンにぶつけてやりましたよ。もう、あっちの放送もみんな見なくていいですよ。あっちの放送、YouTube、それはいいや。もう見なくていいですよ、あっちの放送。あんなもん。わかんない。どこまで行ったんだっけがわからない。とりあえずアイテムは集まってるんじゃない？メンバー確認。あっちの人は、ま、二窓しようねって言ったのに。あ、そうなの？あっちの放送が見てない、聞いてないからわからない。ゴジュラス、サラマンダー、シールドライガー、バリゲーター、誰？ゴジュラス。ゴジュラスの改造からもう指示して。もう、そうね、あっちの米ビューだけ見てるから、ね。あっちの米ビューだけ監視してるから、ね。ゴジュラスが死んだら終わりだね。でもあれを、なんだろ。バルカンみたいなやつは、あれだよ。持ってる。あ、ゾイド攻略戦士の方がいる。
今回の最低目標はフロートというアイテムかなの回収、ダッシュ、奪還ですということです。だそうです。この背景、うるさい。明るすぎる。帰る?この背景、色。もうちょっと、暗くする。まあ、いいか。いや、ちょっとうるさいか。この色ちょっとうるさいね。青にしようか。まあ、こんぐらいかな。どれで待ってました。待ってない。そう、このぐらいがいいですね。よし、さて、戦い方をすべて忘れてるよ。ああ、そういうシステムか。だったり、特定の人に話しかければいいのか。で、拠点を広げていく。って。目の前にオッドが出たからね。目の前にオッドが出たからね。北の方角にある城に行くと何かわかるかもしれないぞと。ほほう。何も覚えてねえわ。ダリオスの城。はい、ダリオスの城だって、みんな攻略サイト見て。ダリオスの城から先どうすればいいか攻略サイトを見て。各自思い思いの攻略方法をちょっと、言って。で、なんならもう、こっから先のパスワードをもう、教えて、クリアしたことにしよう。そうしよう。ちょっと7日短縮しよう。早く今度ゾイドから解放される。ゾイド2なら、俺やってもいいよってメイドインベトナムという男が言ってたので。よし、そうしよう。はい、よし。でもマイクの出力また小さくなってる気がする。いつもと変わらないぐらいのつまみのやつなのに、まだ小さい言われてるってことは、なんかマイクの、ミキサーのマイクの出力がなんか下手ってんじゃないかな。北東の島は聖なる島、我々ゾイドの故郷だ。そこには目の前にオッドが出たから、ダンゴムシみたいなのが。目の前にオッドが。許してください。何も持っていません。もう何もわからん。何もわからん。何がないやら何もわからん。フィールドエンカウントこれした方がいいんだけど、もうフィールドエンカウントは最低限に収めた方がいいんだっけな。そういえば見えない敵になったね、これね。さあ。そうね、飛んでみましょう。上になんか見えるね。あそこ行ったっけな。行く?ここに建物あるよ。行ったかな?ちょっと記憶を。あそこ目標了解。あそこまで行きましょう、じゃあ。ただ戦い方も忘れたんでですね。とりあえずゴジラスを、殺してはいけないという感じ。あ、何も持っていないというキャラがいたので、ちょっと飛んでみようかと。ああ、年齢が伺えるな。そのコメントをした方の年齢が伺えるな。でもどうなのかな?年齢関係ないのかな?わからない人のために説明すると、ポケットの中に小銭が入っていると、それがチャリンチャリン言うて、おい、お前持ってんじゃねえかよっていう風に絡まれるっていう、クソめんどくさいやつの、ボケでした。危ねえ、危ねえ、エンカウントするよかった。隠し階段の話、何の話?それ何の話?このゲームに関しては割とネタバレしても怒らないけど、それ何の話?隠し階段って何の話?ちょっと早く、早く、早く、隠し階段って何?早く、早く行って、早く行って、早く行って怖い。怖いっていうか、鬱陶しい。うざがらみ。隠し階段の嵐って何だ?一刻も早くこのゲームを終わらすために、ちょっともうネタバレはもういいよ言って。ネタバレ指示、攻略、などなど。はい、偵察。偵察でこいつらをもう引きつけて。最後の方は全部隠し階段だから頑張って。最後の方になった時に来てください。隠し階段を全部教えてください。
もうラジコンとなってもいい。ゾイドだけに。ゾイドはラジコンじゃないんだっけ？ゾイドのことを知らないのにね、なんかね、まあ、言葉を選ばずに言うとやらさせられてるんですよ。全部覚えてます。すげえな、本当に。逃げて逃げて逃げて。街がなくなったんちゃうか、これ。この辺にあったんちゃうんか。待て、これ、この辺に街あったんちゃうんか。どこ行った？どこあった？どこ行った？ま、ちょ、待て、街がなくなってるんちゃうんか、これ。もうバカ。あ、ここになんかある。ここ、なんか絶対ここなんかある。ねえ。出たよ。消えてたのに出たよ。何？どういうこと？ちょ、この辺にも街あったでしょ。ちょ、この辺にも街あったでしょ、今。何が起こってんの、今。何と戦ってんの？主にシステム？あ、しまった、合流しちゃった。レッドホーン一匹。あ、よかった、レッドホーン一匹か。今、あ、今、ゴジラスだ。メンバーチェンジどうすんの？メンバーチェンジセレクトか、危ね。メンバーチェンジします。で、どうすんだったっけ？これか。あ？あ？お？メンバーチェンジデータだっけ？データか。誰で行こうかな。サラマンダー落としちゃいかんかな。サラマンダー弱いんだよな。偵察要員だもん。バギレーターかな。グラフィックが出てないだけで入れたりしないかな。確かね、これね、入れないんじゃなかったっけ？っていう記憶がある。逃げたらどうなる？あ、逃げれんじゃん。はい、すぐ偵察。この辺に街あったでしょうか？あれ、この辺に街なかったっけ？え、その辺に街あったでしょ？ライガー強いけど、要っていうか、ライガーが落ちたらもう戦えないぐらいのレベルじゃない？もし。あれ？あれ、マッチこの辺にあったよね。あった！どうしなぁ。はい、来たー。はい、来た。こいつらも全員殺すしかないんだね。単に冷えてるだけです。よし、当たってる、当たってる。よし。よし、いいよ。調子いいよ、バリケーダー。危ない！よし。おいよ。あ、強いね、バリケーダー。後ろにいる、後ろに。こっちから行くと強いか。こっちからか。それはちょっと仕事の暇な時間の合間を見て、クロノクロスの攻略というか、どっちかっていうと考察か。どんな感じのストーリーだったかなっていうのを、改めて見直してみたんですけど、わけわからん。やっぱりこう、クリアした上で攻略見てもわけわからん。帝国から守ってくださればきっと役に立ちます。また何隠れるのか。そうですね。久しぶりにしては戦闘画面調子いいですね。ここなんかあるね。目の前にあるんちゃうんか。ここ当たってるんちゃうんか。ってことは、ここなんか使うやつやね。なんかあったね。でも飛ばされるから調べない方がいいね。っていうことでしょ。確か。あ、でも、2ヶ月ぶりぐらいの割には覚えてる。隠し階段って言っても、こう、ドンって当たるんだよね。その、一マス分の感触はあるんだよね、確か。そうね。まあでも、一つ思うのは、トリガーと必ずしも、こう、結びついてる歴史じゃないっていう考え方をすれば、後付けじゃね？ちょっと、
スッとくる。スンとくる。スンとくる。まあね、ネタバレを知りたくないっていう人がいないことを願って、一言言うと、転んじゃダメでしょって。そっ、ね、の一言ですよ。だからあれは違うパラレル、イフの歴史です。だから今回またエンディングが、を見せてくれるっていう、太っ腹な対応だから、どんな、持久戦。どんな風に繋がるのか。さすがにその追加の方のエンディングは見たことないから。点滅すげえな。全然当たらんねん。もう意地でも当たらんと、てめえらなこと言う。当たった今。こっち。あ、鍵か。ネズミの砦。でも、かなり戻されるよね。よほどの緊急事態じゃないと、あそこを使うことないでしょ。もまだや。まだ倒れんとや。もう敵の弾見えねえんだけど、点滅で。敵の弾が一丁見えたんで。さあ、もうカーソルが勝手に上に行く。まだ、もう。まだ。よし、やっと一匹。よし。よし、あと一匹。後ろか。ゾイドトークは皆さんに任せた。ゾイドトークに関しては私は何も喋れないからみんなに任せた。にゃっ、よしよし、ノーダメージ。あれ、ああ何も持ってません。ちょっとジャンプしてみ。ほんと何も持ってないのかな。当たった。あー、そっか、左下がこっちの体力メーターか。思い出した。嫌いってことないけど、あんまり見てなかったなーと。めっちゃ暗いや、一発食らったら。もうバカ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 。くっそ。玉砕。ダメージがめっちゃでかい、一発の。まあね、今のやつは逆回りのパターンだったってことで、その話でいくと。マイクロニクスなので連射は、向いてない。なるほどね。やった。解放する前にエネルギーをくれるやつ。あ、ゴジラス覚悟しろパターン。じゃあ、シールドライガーでいくか。いいか。やばいなと思ったら入れ替わればいいか。
あ、逆パターンや。多いな、敵。よし、いいぞ。これさ、右からパターンの敵と左からパターンの敵が同時に出ることってありえる。だったらめんどくさいよね、これね。あ、戦闘中以外なら、もうその縛りいいか。あ、こいつ弱いよ。死の子の言ってられないパターンもあるか。弱いやつは正面からぶっ飛ばせばいいか。ゴリラ以外、あ、こっち、あ、こっちか。左右からのパターンが被ることはないと。なるほどね。え、嘘？本当に？え？目？あ、そういう意味ね。だから今これはこっちね。左側にいる時に打つか右側にいる時に打つかってことね。じゃあ今はこれは右こで、で、こっちで、こっちことね。いまいち把握できてない。やりにくいな、二人。ゴリラの攻撃を食らわなければ別にいいんだよ。よし。くう。パツがでけえな。くう。めんどくさい。逆めんどくさくなってきた。よし。ゾイド2ではそんな技は通じない。山の中にあるのは要塞だ。しかしどうやってあの要塞に行くのかわしにもわからない。役立たず。ゾイドやっている。やらされていると表現してください。はい、正規小杉という鬼悪魔、いらっしゃい。最後の方は被弾猶予一発。そんな被弾目でかいの？マジで？この辺でやめといてよくない？そんなシビアな、最後。こんなゲームやめて、ミトコーモン2やろうぜ。誰かやらされてるんだ。多分その、こんなゲームやめて、ミトコーモン2やろうぜってコメントした人。違うかな？違うかな？待って、ムキちゃんしかコメントしてないよ。半分ゲージ持ってかれる。あっちの放送まで見てると、開くと、あれかな、重くなるかな。YouTube まで開いてるかな。YouTube 急に見てんじゃん。懐かしい、これ当時住む場所すぐわからんくなってたわ。私はもうわかろうとしてないです。もうみんなに教えてくださいって言って、もう、皆さんのラジコンです。初見さんかな。この ID では初見ですよ。太郎！さては太郎！時間帯的にも太郎っぽいな。
どうなんだろう。僕はこれクリアできなかったら頑張ってクリアしてる。みんなそれ言ってる。太郎じゃない、麻生。多分さっきのコメントの感じからここでフロートとやらを手に入れるのがミッションなのね。これさ、フロア戻ったらこいつら復活する。あ、まあ最悪タンク使えばいいのか。あー、近い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 。うわー、うわ、タフいな。復活するっぽいか。じゃあ一旦っていうか、まあ一回降りてね、それで倒さないといけないのか。うわあ、硬いな。うわ、めんどくせ。よき YouTube の方のコメントもありがとうございます。あと一発食らったら交代やな。よし。はい、どうも。そうなんですね。タンクって死んでしまったやつも生き返るんだっけな。そんなチートアイテムでしたっけ。バリゲーターが死にそうだから、もうシールドライがいけますよ。だから最終的にはもう一回の戦闘ごとにタンク使うみたいな話になるわけか。一回戦闘終わったらフィールドになったらすぐタンク使うみたいな。連続エンカウントとかなったらもうちょっと面倒だという、そういう感じかな。ベホマズンってことは生き返らないってことか。辛いわ。卵。でもシールドライガーの攻撃力は高いね。やっぱなんとなくそんな気がする。近い近い近い。あっ、でも強い。見づらい。赤背景見づらい。あれ、敵の弾って白とピンクとあって、ピンクが強いんだっけ、白が強いんだっけ。なんかあったよね、そんなの。グストタフを持ってるが復活すると思います。なんか、そんな、なんか聞いたような気もする。何も覚えてない。ちなみに結婚エンド見ました。何の話？あ、クロントリガー。クロントリガー見てないな。PS 版途中までやって、そのまま、途中、どこまでやったんだったっけな。城の方が強い。ああ、そういうこと。プレステ版のクロノトリガーやったんですけど、やっぱりムービー入るまでのちょっと、読み込みが長くて、ちょっと、っていう感じで。探したけどなかったんだよな。あの放送で
クロノクロスをしばらくやる予定がなければ、ちょっとこっちの放送でストーリーだけ追っかけたいな。どんなストーリーだったかだけちょっと追っかけたいな。めっちゃ暗いやん。もうタンク使おう。あ、全滅。あ、じゃあこのフロアは解放されたか。はあ、と、じゃあこの階段を下るか。の前にもタンク使っちゃおうか。タンクの使い方を教えてくれせ。使う？これ？エネルギー了解。エネルギータンクを使えますか？はい。コントロール減ってない。バリゲーター、あ、回復してる。シールドライガー、あ、回復してる。よし。まあでもまあバリゲーターでいきましょう。でもまあ、これポケモンとかと違って誰で戦えば誰に経験値入るとかっていうか、そもそも経験値っていうシステムがないっぽいんでしょ。目の前あー、しまった。しまった。ゴジラスで挑んでしまった。危ないとこだった。このゴジラスが落ちたら終わるから。よし、じゃあバリゲーターにチェンジ。このゾイドは、まあ、このゲームのリアルタイム世代のゾイドの世代の人って、別に特撮とかアニメがあったわけじゃないんでしょ？特撮あったんだっけ？ CM だけで展開された世界観なんじゃないの？どうなんだっけ？これを見て、わあ、ゾイド戦ってる、わーいわーいってなったのかな？っていう、そういう話もしてほしいから、このゾイドをリアルタイムで知ってる人にやってほしいっつってんのよ。CM だけでしょ、なんか世界観的に。なんで知らない人がさせられなあかんの。うわ、小さいと当てづらい。当時の人はおそらく死滅した。宝トミーの闇は深い。宝トミーとバンダイはキャラクターゲームには注意しましょうっていうのを教えてくれたわけですね、ちびっ子たちに。センターに入れる。そうそうそう。
画面の端っこへちょこちょこするゲームです。はい、こんばんは。どうもどうも。トランスフォーマーなら、まあトランスフォーマーってアニメだっけ、特撮だっけ、どっちだったっけ、あれ、あれどっちだったっけ、特撮だったっけ、あれアニメかですよね。後になんかアニメになったって話でしたよね。テレ東かどっか。めっちゃ暗いな。 77.5% はあっちに行ったはずだね。ゾイドやらされてますよ。もう明確にやらされてますよ。というわけで、ヤシ君いらっしゃい。いや、以上、こち亀の中でしか知らないよ。憧れたけどなぁ。あの、いろんなポーズを作れるぞ、みたいな。40巻台ぐらいに、40巻後半から50巻頭ぐらいで GI 上の話がやたら出てくるんですよね、こち亀。すげえなんか、あ、そんなのあるんだ、すげえと思うんですよ。GI 上、コンバット上、スーパー上、みたいな。その話すげえしてたもんな。リアル世代ではないです。 GI 上のアニメがトランスフォーマーの後やらなかったですが、知りません。だから私そんな特撮アニメとかあんま見てないんです。なんでかわかんないけど、多分寝てたんだと思うけど。誰がニューゾイドジェネレーションや。カタカナが並んでるとしか思わない。リカちゃんの話も熱い。49巻ですね。バビ人魚クマサブローですね。パトリシア両津。あれあと一人いたんだよ。誰だっけ、バビ人魚クマサブローとパトリシア両津とあと一人いたんだよ。誰だったっけな。なんとか、あれクマサブロー、あれゴンザレス、違う。忘れた。43巻ぐらいにもその話あった。また、こっちから見ようかな。こっち亀の回で秋元治氏が新しく書いた単行本を2冊買ったけどまだ読んでない。第一わからない。やばい、もっと速度のあるやつで。何の話。ああ戦い方ですか。そうですね、もうタンク使うって決めたからもうどうでもいいかなと思った。階段が2つ。あれ、なんで下る階段が2つあんの。ワープ飛ばされた。どうもマップのこの誰、あ、ゴジラスじゃないか。俺はもうダメだ。片目にこれを受け取ってくれ。カンキチは冷却キーを手に入れた。冷却キー手に入りました。なんかわかんないけど、冷却キーが手に入りました。わしにお前してやれることはない。あ、死なないの。もうダメだっていうか、点滅してそのまま死んでしまうかと思ったら死なないらしい。お疲れ。ここのダンジョンはもう終わりかな。今どっち行ったっけ、下行ったっけ、上行ったっけ。ああ、いいのか。なんで、なんで入り口出口がこう、ねえ、ちゃんとこう噛み合ってないんだろう。どっから来てどこに行くのか全然わからない。風はどこから吹いてどこに流れていくのか、その答えは誰にもわからない。で、今の発言は何の意味もないです。赤い階段は上方向、ここは行き止まり。行き止まりには何もない、何もない。自由気ままな風来坊、そんな感じで。あ、どここれ、誰誰お前、誰誰誰なの。
1対1。覚悟しろって言われんかった。グスタフ、アイロンコング、アイアンコング。キャラチェンジ。ゴジラス死にかけてる。で、バリゲーターも死にかけてる。なので、シールドライガーを、出動させます。いけ、シールドライガー。もういい、戻れ。どこいる？わあ、なんか強そう。紫色やもん。なんかサイコガンダムみたいなもん。にゃあ。にゃあ。あ、大丈夫そう。あ、いける。大丈夫、見かけ倒した。マーク2ギル。シールドライガーが多分強いんだな、これ。スピードもあるし。ひょいひょい動くもんな。いやー。効果抜群だ。ちなみに私はポケモンは、レッドしかやったことありません。許してください。何も持ってません。ここ外れ？ただの外れゾーン。画面真っ青。シールドライガーってアニメだと腰のブレードで戦ってなかった。知らん。私はゾイドのことを何にも質問に答えられません。なので、コメントで盛り上がってください、そこ。あれ？さてっていうコメントがあったってことは、ここのに何かあるってことですよね。隠しなんちゃうが。あー、なんかある。入り口。はっはーん。それはブレードライガーだよ。だってさ。あー、これでさっきの要塞？あん？あん？あん？なんやっと。どげんなっとっとや。隠し扉見つけたのにどげんなっとっと。左が正解。どう結ぶ、入り口出口がどう結びついてるか全然わからん。何もかも全然わからん。あー、ピンク、何紫ピンク。エネルギータンクを使います。はい、使います。ベホマズン。ディメトロドン。あ、目の前。シールドライガー強いね。うわー、挟み撃ち。しかしこのゲーム、挟み撃ちなんてシステムはない。あ、誰？許してください。何も持ってません。何も持ってないとか許してくださいとかいいから、そこの道を塞ぐだもん。そしたら、その目の前のサイをぶち殺したいのじゃん。あ、こっちからもあればいいか。
いや、面白いゲームですな。もう、このゲーム面白いからやってくれっていう人がやればいいと思うんだけどな。丸出しの方が面白いんだけどな。すごい、ほら、ブチ先生、なんか言わされてる、なんか言い慣れてない感があるな、そのコメント。気のせいかな。気のせいかな。まあ、気のせいでしょ。ほんまや、ブレードライガーやった。私には何のことやらさっぱりわかりません。区別がつきません。格闘能力であるビームソードを左右に展開させたもの。2000年からできたのでここには出ない。ゾイド以外にできるゲームあるの？そうですね。ないですね。ドクターマリオとかテトリスとか、バルダーダッシュとか、まあ、ていうかモンハンとか、まあいろいろありますよ。まあ、とはいっても、モンハンは、どっちかっていうと、放送、ゲーム放送というよりは、交流みたいなとこがメインだからな。攻略とか、まあ、そんなにメインじゃないから。あれ、意外でもあるよね。そうですね。そうですね。そうですね。ニュージオミニ、そうね。どうなんでしょうね。あれって正式で情報出たの？まだリーク情報しか出てないんじゃないの？正式情報は出たの？結局。あ、電撃ビッグマンそういえば久しぶりにやりたいな。女性マッチョマンもまあ、クリアまでっていう、こう、なんか圧力がなければ別にたまにはやっていいんだけど。ホーリーダイバー軽はずみやって2時間でクリアしてやろう。2時間でクリアはちょっと運が良くないとできないな。ジョコモン2とかな。誰だ？その184はさっきから誰だ？絶対初見じゃないよ。絶対メイドイン MIV の息のかかった人だ。とはいえあっちは放送中だから誰だもん。はい、傘奥に出して。あ、サーベルタイガー来たよ。いや、このさ、殺気配置で正面から撃ってくる流れやめてほしいね。てめえこの野郎、当てにくいんじゃ。水戸黄門1をやってた時のリスナーです。安藤を追い詰めた敵は感動してます。あれも1年前だっけ2年前だっけ2年前かあれ2年前だっけ。ゾイゾイいいですね。どけおったいよ。ゴジラス覚悟しろって今言ったらどけおったいよ。え、壁の向こうのあいつ。勝ったとか、ダンジョンの中でも透明パターンの敵いる。
わ、おかしくなった。あ、おかしくなった。このニコニコのサムネ付きツイートってまだ、実装されてないんだっけ？結局、新配信になってから。まだ今後対応しますだったっけ？まあいいや、一応ツイートだけしよう。ライガー系は大体プレミア価格になってる。ほう。あれでも新シリーズがどうのこうのってなんかなかったっけ？ニュースかなんか。どっから来たんだっけ？入り口たくさんあるけど。もうどっから来てどこに行けばいいのか全然わからん。誰？あなたにお渡ししたいものがある。これです。あ、フロート、さっきコメントあったやつ。フロート手に入れました。さあゾイドワイルドっていう名前のやつがなんかあるの。これがないとクリアできないアイテムです。ノーヒント？そこは。それともそのゾイドを知ってれば、その例えばラストダンジョンとかに行くにあたって、あ、フロートがないじゃん、クリアできないじゃん、でも探さないとって気づくようなもんなの。あれ、この BGM まだ開放してないよね。あー、まだいるね。そして行き止まるね、クソが。もう そもそも帝国の本土は海を渡らないといけないので自然と、あ、フロートってそういう意味か。浮き場ね、浮き袋ね。鱗に背広に浮き袋ね。はい、花毛センターさんいらっしゃい。なんちゅう名前や。あれ？ここから来たのか。フィッシュファイト！ああ、よかった。分かってくれる人がいて。一人だけだったね。まあ、分かった人は他にもいるんだろうけど、みんなスルーするんだよね。はあ。もうコメントとのやりとりが楽しいでおなじみのニコニコ生放送も変わっちまったもんだぜ。こっちが悪いのかな。放送主が悪いのかな、これは。ナンバーだそれ。何の話？どういうことそれ。ナンバーだって？あれ、あいつもなんか閉じ込められたとこにいるんだ。サーベルタイガー進化わからなかった。あー、くそー、白い玉ばっかだね。もうこの辺になってくると、今これ何割ぐらいところで現実的になんか感触としては5割、いや6、7割言っててほしいなっていうぐらいだけど。最近はゲームをやるのも疲れる年齢になっちまった。そうですね。さっきと同じ構造だな、このメール。なんか。同じか似たような構造やな。あ、浅漬けベーダーさんいらっしゃい。
ウルトラザウルスを完成を前提とした上では4割。ウルトラザウルスは完成させなくてもクリアできるとしたらウルトラザウルス完成は君の目で確かめてみろだとしたら何割。ウルトラザウルス完成までやってられっかこの野郎、それが見たけやてめえでやりやがれバーカバーカバーカってしたら何割。さあどうだ。あ、相手早いな。よし、 RTA っていうかウルトラザウルスなしでは7割ね。それは何ではわかんないです。何に向けたとかわかんないです。 見たい人に向けた発言です。やっぱさ、全部見せちゃったらね、ちょっとああ本当はここを見たかったなっていう部分をあえてこう見せるか見せないか、チラリズム的な感じでやることにより、そのこのゲーム自体をこう奥深く紹介したということになるのではないと思います。もういいじゃん、もう完成とか。ウルトラザウルスが完成しなくても帝国からの支配から逃れられればそれでいいじゃない。平和になるんだったらそれでいいじゃない。そんな別に兵器を蘇らせることに意味があるのでしょうか。ねえ、もうわあ、まだゴリラ2体いるわ。ちょ、これシールドライガー持たないかもな。一発食らったらメンバーチェンジやな。あー、目の前です、危ないっす。はい、なんて、兵器作って手放すと周りの国が優しくなるよ。何の話ですかね。偉いやつってのは初めから悪なんかにならねえの。こいつにバイク取られたら、真面目に働いて、働いた金でバイク買ってそれを取られた真面目な学生の方が不憫でしょ。正直者がバカを見るっていうパターンを部長が実践してどうするんですか。だから私から言うのは、もうこいつらに優しく接する必要なんてなし、おしまい。お前の言いたいことはよく分かった。彼の就職の世話してやってくんないか。ずるって部長、今の聞いてたんですか。あれ何巻ぐらいやったっけね。あの絵は40、そうね、50巻台ぐらいだっけ。あの絵柄は。40巻台があって、40巻台にした段階ちょっと違うな。50巻台な気がする。60よりは前だと思う。50台な気がする、あの絵は。ツイッターとかでよく見かけるけどな、その絵。そう、自分100巻以降の記憶はあんまないです。場面を思い出して、その絵の感じとか言い回しとかで、あの何巻ぐらいだっていうのが分かるのは900巻より手前じゃないと分かんない。まあ、ジャンプは私まだ現役ですけど、まあ、全部は読んでないで。そう、姫を救出しなくても竜を倒せばいいじゃないか。それはどうだろう。わあ、やばいな。はい、あー、死んじゃった。やられちゃった。サラマンダー行くか。ゴジラスは多分すぐ死ぬから、サラマンダーで行こう。
サラマンダーは弱いけど、スピードがあるから、避けられるといいな。でさ、ここに来る直前に桟橋あったよね、緑の。あれからってことなのかね、多分。目の前におっと。役立たず。多分こいつがラストかな。そういうことか。目的なら鍛え、そうでなければ大陸時代に西に行けば行けます。はあ、どうする、どうする、本当。ウルトラザウルス完成させるって考えたら4割っつったもんね、さっきね。あれ帰ってきた、うっそうっそ。エネルギータンク使いましょう。エネルギータンクないと本当話ならんな、このゲーム。もうここまで来ると。いや。なんとなくクリアしたっぽいところに持っていけばもういいよな。うん。レフォーマーズンしましょう。ただ、いや、エンカウントするとは思わなかった。いや、早い。不穏なコメントが来たので一応聞きます。そのウルトラなんとかがないとクリア難しい。なくても難易度は変わらない。そこをちょっと確認しましょう。今使った、変わんねえ。あ、じゃあいらん。そんなものはいらん。失われた古代兵器なんていらん。そう変わんねえってことは多少は変わるな。英語から守ってくださればきっとお役に立ちます。ゼネバス、ゼネバスの首都の階段には気をつける。これ多分帝国の首都ってことでしょ。帝国、多分ラストダンジョンとかってことかな？には気をつけろ。まあ、さっきのその隠し階段、隠し扉のオンパレードだっていうコメントの答えというか、に繋がることなんだろうね、多分。今何時？うわ、びっくりした。まだ12時超えてないんだ。感覚的にもう1時半ぐらいかなと思ってた。
よし。なんて？正直、北。ウルトラザウルス僕的に北に行くのは苦行の一言。タンクと偵察ないと、やべえ。ゼネバスとは第一世代のヘリック共和国の相手であるゼネバス帝国軍のこと。それと同時に帝国の総裁でありヘリックの異母弟。さっぱり。第一世代ヘリック。あ、しまった、ゴジラスだ。たまにはゴジラスで行こうか。ほんと A ボタン当てづらいの、これ。当たった。左最強なんだけど。左の範囲攻撃みたいなもんだからこれ最強なの。よし、西に行こう。よし、最短ルートでクリアしよう。なんで急にしゃくれた。ちょっとメンバーチェンジやな。あー、なんかすごいアイテムが増えてる。下のアイテムのバーが増えてる。シールドライガー無双みたいな感じでいいんじゃない？あれ？メバチに失敗してる。たまにはゴジラスも働かそう。ダブルの文字がフロートです。フロートってダブル？ F じゃないの？その綴りスペル。ダブルなの？フロートってそのか、ちょっと書いて。どんな綴り？ F じゃないんだ。ホイールみたいな感じ。ダブル F ロール LOO。 マジで。へえ。嘘かい。あれ、この感じ。あれ、この感じのコメントなんか見たことあるな。大会場の2人かなんかで見たことあるな、このコメント。いつだったっけな。懐かしいな、なんか。ドラクエ2の時だったかな。プルーフっていう、あーで、ダブル。誰もフロートの続きを、変えてくれないんだね。ウォータープルーフは防水だっけ？撥水じゃないっけ？ウォータープルーフって防水だっけ？なんか、撥水程度のイメージだけどな。まあちょっとこのフロアゴジラスを頑張らそう。働かそう。まずいと思ったらメンバーチェンジ。フロートはやっぱ F か。
マジ連射性のクソやな、これ。当たれ。よっしゃ、当たった。ワニアは。ここは要塞だ。あ、なんかある。あっどうか。ここになんかあっどうか。まあ鍵を使えってか。まあだいぶ戻されるから使わないけど、ね、新しいゾイドを作るためには生命エネルギーがいる。だって。あと一体やな。重なってるよ。ゴジュラス覚悟しろ。うわー、ちょっとさすがにちょっとメンバーチェンジっす。ちょっと調子に乗らない方がいい、これは。シールドライガーさんお願いします。大丈夫でしょう。にゃあ。よし、ウルトラザウルスの条件は主に3つ。え、3つ？パーツじゃん。パーツを集めるだけで済むんじゃない、なさそうやな、その感じは。よし、オッケー。解放。解放したらどうなるんだ？なんかあんのか？ここまた徒歩で帰るより、鍵で帰った方が早いかな。ウルトラザウルスの条件は3つ。1つ、生命エネルギーの6つのパーツの奪還。2つ目、博士の救出。3つ目、帝国本土以外の拠点の制圧によって順調以上にすること。なるほど、大変そうってのが分かった。博士？はい、ゾイド1。中央大陸の戦いをや、のゲームを持っている方は、これをメモすれば、メモして入力すれば、同じとこから始められるぞ。ドラクエです。このゲームを見た人がこれはドラクエだと思ったら、それはもうもはやドラクエです。新しいドラ、そう、最新作です。そうです、ドラクエ99です。将棋は相手の王を取れば勝ちで、飛車や角を奪う必要なんて、そんな感じですね。ああ、そういうことだ。もうザウルスなんていらないです。もう不死かなくても勝てばいいんです。ここを回復するやついねえじゃん。タンク使おう。不要ら。酔っ払いなら、最後の語尾で酔っ払いだってことが判明したけど。なんとかザウルスは不要らって。ろれつ回ってないじゃないですか、おじさん。さてさて、もう出るよ。
ここ何もやることない。フロート手に入った時点でここもう用事ない。まあね、イカズチの剣も稲妻の剣もいらない、ね。破壊の剣なんていらないよ。そうなんだろう。ヌーベにいたそんなキャラ。おかっぱっていうか、ん？坊ちゃんカットのやつ。そう、ロトは恐竜、恐竜っていうかもう機械生命体です。私自身がゾイドを知らないから、ボケられない。何もやることない、これ。これ、鍵で帰っていいですか？鍵を使って帰るのが正解ですか？それとも徒歩で帰れますか？帰れますか？どうしよう。誠くんか。YouTube も急に見てますよ。まあ多分二窓でしょうけど。ニコニコと二窓でしょうけど。どっちもどっちか。どっちこっちもっち。じゃあ、どこで帰るか。どの階段を行けばいいんだろうな。うるせえ、そんなうるさかった。マイクが小さいっていうことは、ことを言われる割には、なんか、そういうのはうるさいって言われるんだね。よくわからんな。ただ耳障りって意味か。この階段、ん？ん？階段の方に行けばいいのね。どこがどう繋がってるのか全然、あー、で、これか。あ、広告。サザエさん、ありがとうございます。ドラクエの最新作放送はこちら。そうですね。もうそれで来た人知らんよ。まあでもいつももう、あ、まあいいね、やめとこう。さて、帰ってきたね。早かったな、意外と。エネルギー満タンですね。で、これレトロフリーク使ってるんで、もうセーブします。はい。まあ、ここでセーブしようがしまいが、パスワードで再開しよう、一緒でしょ。ということで、もう、クイックセーブを使います。ランクインっていうのはその時間帯に広告を入れてる人がいないという意味です。この時間帯に広告を入れてる人が少ないというだけの意味です。ああ。さて、じゃあ桟橋行くよ。めんどくせえな。早いなこいつら。ってならんからね、これね。あ、しまった。合流ミスった。もう。
かなたさん、広告ありがとうございます。もう見えない敵、リメトロドン。シンボルエンカウントのくせに、ステルス敵がいるの、なんかおかしいよね。ステルス敵。桟橋から右上、そうですか？了解。西って言ったよ、でも。西っていう話じゃなかったっけ？右上だと北じゃない。うわ、雑に食らう。あれ、そういえば、拠点何個か解放したのに、階級が上がらない。アーモン。インビジブル。ワーディック。シーパンサー。ワーディック。シーラパンサーなんだ。わー、海。もう背景が何だろうが戦い方は一切変わらない。敵の弾は見やすいか見づらいかだけの話。この辺の敵柔らかいな。YouTube の方、まみまみさんいらっしゃいませ。で、これで、あー、いけた！で、ちょ。桟橋を見つけないと上陸できないのか、さては。やるね。これはなかなか、青いな。一面青いな。青いな。海は広いな、大きいな。右上に行ったらウルトラルート。それはやめましょう、じゃあ。西に行けばいいのね。海は広いな、大きいな。見てこの、全画面青っていう絶望感。なかなかこれなくない？全画面この海っていうグラフィック。はい、偵察。もうクジラなんかやばそうやな。パッと見でクジラってわかるのもどうかと思うけど。ヒントなしだと3時間から8時間もあります。最低3時間でひどいよね。何がゲームは1日1時間や。いや、でも船っていうか海に出れるようになって即この開放感やばくなった。それだけね、海を舐めるんじゃねえってことだよね。軽はずみに外海に出てみようとか思うんじゃねえって話だよね。もう地図もなしに海に出るとかも、舐めてんのかって話だよ。70m とかもあるやつらがこの海での戦闘ってどんな感じなのかね、ほんと。まあ、昔の RPG っていうか RPG 特有のね、こう、自由度が高まった瞬間にいろんなところに行って初見で死ぬやつっていうのはあるあるだから。
そろそろなんか見えてもよくない？広いなー、海は広いな、大きいなー。あ、なんかあった。なんかある、なんかある。言うても、あの、2週間、2週間どころじゃん、2ヶ月ぶりぐらいだから、このゲーム。くそ。ヒントがあったかどうかも覚えてないんだけど。透明エンカウントやめてほしいな、めんどくせえ。バリゲーター出ろ。YouTube は10人見てくれてますね。ありがとうございます。ニコニコも、ニコニコもなんだかんだ300人以上いる。まあ大体み、330人って書いてあるけど、ほとんどの人は帰って、今見てるのは多分20、いや、そんないない。12人ぐらいだと思う。いて。いて12人ぐらいだと思う。見てるよ。見てるんじゃない、それ聞いてるんだ。見てはいない、聞いてるんだ。他のゲームをしながら、あるいはなんか他の動画でも見ながら聞いてるだけだ。あ、しばしばさん、いらっしゃいませ。どうもどうも。私はちゃんと10個の動画に全部コメントしてからちゃんと始めましたからね。宿題を終わらせてからこれ始めてますからね。例の RPG の動画にコメントをちゃんとしてから始めましたからね。まあ返信がひどい。じゃもうやめていいですかね。なんかこの放送やめていいですかね。今 LINE が来ましたけど。やれっつったからやってんのに見てませんとは何事だ。ひどいな。暴君が過ぎるの。えらい。対等のあれ。殿ひどすぎる。ああ、もうエンカウント鬱陶しい。そう、ほとぼりが冷めたうちにもう逃げればよかったね。思い出したかのように始めたのが運の月やった。やっぱ知らんぷりグランプリは当たらない。おじさんにゾイド2をやってもらうまでちょっと頑張りましょう。もうタンク使うつもりでこいつら雑に殺そう。入り口に沿っていくことを心がけましょう。了解。間違えた。で、ちょっと待ってよ。使う。ああ、はい。で、偵察。あ、間違えた、もうバカ。素晴らしい生放送だ。あ、ありがとうございます。お褒めいただき、光栄でございます。もうやめていいかな。言うて1時間半やったから、もう十分やったなと思う。もう、心地よい汗をかいた感じです。毎日やってくれ。クリアまでやれるか。やれるか。
この感じ本当に放送してるって気づいてなかったな、さては。いやもうひどいんですよ、もうひどい人がいましてですね、自分がやりたくないゲームを人に押し付けるっていう人がいましてですね、私はこのゾイドをあんま知らないんですけどね、ひどい人がいるんですよ。その人が LINE でうるさいやれっていう、もう苦闘天皇含まれない、顔文字ももちろん含まれない、そんな冷たいのが来ましてですね、もう怖いですよね。そらパーフェクトギルティーやわ。そら 7-0 で有罪にもなるわ。そのシーン見て長いな、そういえば。見逃してるな。パーフェクトギルティーな、その1?ドラゴン戦車の前だっけ?なんかその1か。ひどいやつだ。悪いやつもいるもんだ。偵察。周辺の魚をちょっと集めないというか。あれさっき陸地見つけたぞ。あ、これか。どけ行けば。あ、桟橋がない。いじめっ子怖い。ねえ。それは岐阜の人ですか?そうですね。多分都道府県で言えば岐阜だと思います。その1の見どころを使いましょう。あ、了解しました。そこ、見てなかったので見ときます。違う違う、でもそのパーフェクトギルティー食らう前に、あれだ、最初の祭りのイベントをどう楽しんでるかも見てないから、そこから見ないといけない。コメントしろって言うからコメントしたら、それにうるさいだの、はぁだの、もうそんなひどい返事ばっか来てたもん。桟橋がないな。1回の偵察でどのぐらい釣れるか、12匹ほど集められます。マジか。悪いわ、ほんと。もうそのコメント、その返信を見て、うわ、こんな、コメントにこんなこと言う人なんだ、この人ひどいってなればいいのに。はい、で偵察。陸地を見つ、あ、あった。ここの桟橋でいいのかな?あ、高校からの方々いらっしゃいましたらありがとうございます。いらっしゃいましたら。あ、クジラはやっぱ上陸しないんだ。あ、間違えたー。あ、もうバカ、もう。もう、今これ誰だっけ?アリゲーターだっけ?上陸するのか。この桟橋からと拠点が2つ、帝国の工場と本土直前の砦である南の町。要は行けばいいのね。当たり桟橋でいいのかな。上陸して、あれ上陸したな、クジラ。あれ関係ないのか、お前ら。
なんで今、もう、めんどくせ。よし、もうこのゲームは大抵のバグじゃ驚かない。ここは新大陸とりあえずってことでいいのかな。ウオディック敵のな、あれはウオディックっていうんだ。はい、偵察。たまに町やら拠点が消えてるからな、これ。見つからん。これさ、サラマンダー連れてきてなければ、ほんと、きついね。あったあったあった、これ工場だな。どう見ても工場やな。はい、偵察。いいか。あ、サラマンダーのために、プテラスっていうゾイドもあるにはある。へえ。こっから先に出会うやつかな。あー、間違えた。クス、間違えたっていうか、そこでエンカウントするとは思わんかった。サラマンダーとプテラスって性能はどっちもどっち？どっちが上とかある？飛行性能はサラマンダーの方が上。飛行性能っていうと偵察できる範囲が個体差があるってことかな。こんなんあるんだ。にぃ、今これウルトラじゃなかった、シールドライガーか、戦闘してんの。プテラスはどっちからかというと小型で、戦闘に特化というか戦闘の方が得意と。おお、あの程度のパラメーターでそんな差異があるんだ。あ、違うか、そう、原作の話か。元ネタの方の話ね。で、それを少しでも再現しようと、パラメーターいじってあるってことね。めたいこと言うと。工場ってどんな感じだったっけ？今またお前消えてたやろ。ただしこのゲームではプテラスはアイテム扱いなので仲間になりません。え？どういうことだ？また玉が見づらい、もう背景だ、もう。まあ、とにかく全員ぶっ飛ばせばいいのか。まあ無限だからいい。使います。
まあ中には今この放送見てる人にはなんかあの人がゾイドやれやれ言ってるからどんなゲームなんだろうって思って見に来てみたけど、ああ何のこっちゃわからないわって思ってる人も多分多々いると思うんですよ、中には。この放送今見てる、とりあえず見てる人の中には、まあその方にまあ一つちょっと苦言というか、まあ言います、お伝えしますと、私もわからないっす、このゲームよくわからないっす。もう今年40の人がね、もうバックステージパス荒らしをするというですね、公式放送とかでドグニードグニーって言われてる人がもう荒らし行為をするという、これはもうどういったことでしょうか。もういろいろ剥奪されればいいのに荒らしだね、この荒らしだっていうコメントに関してはですね、ネイバーまとめの方に書いてありますよね。どういう時使えばいいのかっていうの書いてありますよね。間違った使い方なんです。荒らすなっつうの。すいません。なんで素直に謝んの？気持ち悪い。謝りゃいいってもんでも、信用問題に関わりそうですね。ねえ、もう、これ、この、こういうのをもうメーカーの人とか見てればいいの。この、傍若無人というかも、この暴君プリを全部見られてればいいの。本当でも謝ればいいと思う。スケンさん見てください、ド変態やん、そのコメントド変態やん。私のこの暴君プリを見てくださいっていうコメントはド変態ですよそれ。いやーやばいっすね、情緒不安定。まあやはりいろいろ思うところあるんでしょう。すぐ寝ればいいのに、もう今日の晩飯どうしようとか言わずにもうすぐ寝ればいいのに、寝れば全て解決なのに。反乱が素晴らしい。まあでもまあ正直言うと、まあね、あのクロノの動画の見どころというか説明文を変えたり、あとサムネ作ったりもするだろうか、まあそういう作業してるんでしょ多分してんのかな。ただ本当寝転がって見てるだけじゃん。してんのかな、怪しいな。あ、だから皆さんあのコメントでどの辺が面白かったっていうのを時間も書くと、その見どころをまとめる方も助かるので、まあいかがでしょうか、そういうコメントをいろんな動画にするのも。ね、まあそのついでにね、レッキングクルーの動画にもね、コメントくれるとね、私もね、すごく嬉しいですけどね、レッキングクルーだけと言わずね、私のね、今まででやってるこの、生放送の動画にもね、コメントいただけるとね、嬉しいですけどね、どうですかね、皆さんね、はぁ、2時までやってください。2時って何時？まだ12時半じゃん。そうなんだよね。ドグナバが早めに終わったから、なんか、ちょっと時間の感覚がおかしいんだよな。今来ました。こんばんは。ドームです。もしよろしければ、この辺などいかがですか？なあ。なんとかダッシュ？何の話？バルダーダッシュ？バルダーダッシュは面白いですよ。データイースト。アクションパズルゲーム。はじめまして。どうもはじめまして。ちょっとよそ見してたら死んだわ。よそ見してたら誰か死んだわ。誰だ？アリゲーターが死んだわ。もう。バリゲーターか。あれ？バリゲーター生きてんの？あー、シールドライガーが死んだ。マジか。大丈夫だ。ドラゴンボールで生き返る。どれ？どこ行った？もう正面から殺す。
当たらない。当たる。使う。毎回全回復できるっていう意味では、これはロマンシングサガですか、ライブアライブですか、このゲームは。今どのくらいまで進んでるんでしょうか。私は分かりません。私はその辺を把握しておりません。なので、ゾイド攻略戦士、自称戦士という小手班の方が、というには、ウルトラザウルスとかを考えなければ、7割っていう話だったかな、だそうです。ウルトラザウルスっていうのを考えれば4割っていうことだったので、冗談じゃねえってことで、もうそのままクリア、ウルトラザウルスなしでウルトラザウルス縛りプレイをしようと思ってます。ウルトラザウルスが見なければね、君自身の手で確かめてみるんだ的な感じでいいんじゃないかなと思います。よし、小手編はつけてもらえる感じじゃないです。名乗ってください。ここはあくまで個人コミュニティです、この放送は。千本桜今いや、いいけど。もう、まあ、あの動画もね、ムカつくコメントばっかだからね。もう、ほんと。ねえ、もう。好き放題コメントしやがって。初見です。よしなさい。ダブルフロートでしょ。なんて、不動小数点演算の意味ですね。多分そんな深い話じゃないでしょ。さて、このフロアの敵を全員ぶち殺そう。あいつで最後かな。動画で手と音がちょっとずれてる理由はわからない。なんでかな。言われてみれば、確かにずれて見えるなとは思った。ん、サラマンダーか。というわけで、サンコンさんありがとうございます。うわー、おいおいおい、正面で戦うとこいつら勝てえな、なんか。嘘、いっぱい。硬っ。ふぅ。当たってなかったのかな、こっちの。それともなんか、またマイクロニクス特有の弾がかき消されてたパターンかな。連打とかしてるせいで。相手の弾と。当たってねえな、今の。うわぁ、めんどくせえ。こいつに勝てばなんか、位が上がりそうな気がする。多分処理落ちで行ってた気がするな。あんだけ正面から連射してて当たってないはずがないもん。さすがマイクロニクス、恐るべし。よし。どう？上がらない。そう。目の前におる。あ、返します。何？あ、
ウルトラザウルスの足を手に入れたって。まあ、集めないけど。やったね。まあ、集めないけど。ここは、その足を探しに来たところか。なんか階段あったっけ？あるね。マジか。さっき口で音鳴らしたらうるせえって言われたから、もうこの SE でこ うるさいぐらい鳴らしてしまおう、鳴らしてしまおうか。全部集まっちゃわなければいいけど、いや、全部集まっただけでは条件満たさないらしくてですね、さっきコメントで見たんですけど、階級がある程度まで行った上に博士も見つけてパーツを集めるっていうなかなかの条件らしいんで、それはなかなかやなと。そしてこの階段の先は行き止まり。まあだからこのゲーム、なかなか遊び応えのあるゲームらしいですよ。そうですね。このゲームをこう、楽しむ人にとっては、ん？うん。でしょ、面白いゲームなんですよってコメントした人はクリアできなかったらしいんだよな。確か。お、ゴリラ殺す。ゾイド2はメイドインベトナムという男がやるらしいんで。あー、なんか色違いアイロンコング。爆発が起きたか起きないか見づれ。アイアンコングベス。赤いってことは3倍のスピードか。2発ずつ当てる感じのイメージだな、多分。しかしゾイドファンから見ると設定がめちゃくちゃ、ゾイドが話しかけるなどしているので微妙。ゾイドの皮をかぶった謎ゲームでしょ。アイアンコングマーク2を模した感じで赤いんだと思われます。一応そう努力はしてるわけですね。サーベルタイガー、ブラックライノス、イグアン、わあ。雑にやるとすぐ落ちるみたいな。アニメの設定に比べたらこの程度の変化は余裕余裕。あ、そうなの？アニメ好きっていう人結構いそうな気がしたから、まあ見れるもんだったのかと思ったらそうでもないんだ。ゴジラスの知名度。ゴジラスさえやれば終わりっていう認識がもう広まってるっぽいな。確かに敵側に。ゾイド RPG は1も2もそこそこ面白かった記憶。多分それ思い出補正入ってると思いますよ。いや、まだ遊べてる状態ですけど、これを納品、まあコメントでいろいろ教えてもらってるから、まあ遊べてる感じですけど、それが納品、当時の納品とだと、そこまで頑張れるかな、という。少なくともゾイド2は1よりはまともにできます。あ、そうなんだ。だからか、あの野郎。年上や。
だってゾイド2はね、黒いカセットかな。ゾイド1は赤いカセットですね。一応これレトロフリークでやってますけど、実機のソフトも持っております。PS にもあったんだ。どっちかっつうと、そのスパロボとかガチャポン戦士みたいな感じのゲームの方が向いてんじゃないの？なんで RPG と戦闘画面がシューティングの RPG なんなんで。アウトし。超頭な。あら、今これ誰だっけ、バリゲーターだっけ。よし、ゾイドのシミュレーション。シミュレーションってそういうことか。そっちの方が合ってるでしょ多分、戦略系の方が。ああやばい、死ぬ。あーだ、携帯のアプリでもあります。手広くやってんな。ゾイドアサルトって名前。以上、改めて言っておきますが、私ゾイドの引き出しゼロですからね。なあ、サラマンダー防御薄っ。一応そのさっきコメントで教えてもらったというか情報では、後半は火ダメ2発で死ぬらしいっていう情報を知りました。ゾイドのゲームだけで20本ぐらいある。へえ、 3D の戦闘は画期的だろうかとそうなの。ゾイドのシミュレーションというのはプレステ1と2で出ている共和国 VS 帝国のことでしょう。それは名作です。だって、なのでまあゾイド好きな方はそれをまあ多分アーカイブとかには出てないんでしょうから、実機で見かけたら買えばいいんじゃない。私は別にいいです。はい、コミュニティ参加もありがとうございます。あー、もう目の前。今これ誰っけ、バリゲーだっけ。サラマンダーか。サラマンダー落ちられるとちょっとめんどくさいな。あれまでも。うわ、防御薄っ。まずいまずい。ちょ、オフェンス2750。こっちの階級まだ全然上がんないんだけど。めっちゃ強いなんて。オフェンス2700とかあったよ、ね、今。こっちのシールドライガーはまあ一番強いか。バリゲーターもオフェンスだけは強いな。バリゲーターでいこう。まあ当たらなければね。当たらんぎなといけんちゅうことはなか。タイス。いや、うわ、
ある方が、まあ、いや、でも、その、まあ、今回はもう、乗っかりますけど、やっぱ、興味ある人にやってもらった方がいいと思うよ、ほんと。こういうのは、キャラゲーは。ねえ。あ、でもそのプレゼンしていいんじゃないですか、なんかの機会に。あ、でも最近なんかそんな感じじゃないからな。うん、無理か。無理があるな。最近はね、そんな感じじゃないから。もうすでに詰まってるから。きっと役に立ちます。今よこせ。何かアイテム隠し持ってんならお前今よこせ。もうどこ、いたいたいた、下にいた。多分これラストかな、このゴリラで。何を助けてもらう身の分際で交換条件で。いやー、もう今時寝ない枠とかもういいよ。いや、体力的に続けばまあ別にどうぞどうぞですけど、無理してまではもういいよ。例えばですけど、私寝ない枠ってできないですからね。あの、睡魔に弱いんで。うわー、まずい。自分のプラモに適性もないので、あの、まあやったことないってだけですけど。うん、だからそう考えたら本当に別に嫌がらせとかじゃなくて、あのMIV の方がいいんですって。本当にもう嫌がらせとか、あ、この復讐とかそういうんじゃなくて、こういうサブカル、特撮系とかの話はあの人の方が盛り上がるんですって。私がやっても盛り上がりがいまいちなんですって。まあ、とはいえ、そんな放送を見に来てくれた方々にはありがとうございますですよ。アイロンビーズで作れと。恐ろしいこと言うな。睡眠時間考慮して18時間。まあ、そのぐらいですね。1日でできるのは20時間までかな、マックス。元気があれば。元気があって、あとゲームの内容と相性があれば。暗号が入っております。役足らず。というわけで、このゲームを持っている人は、ここから、このパスワードを入力すれば、同じ場所から始められる可能性もあります。開始前に盛り上がってトーク2時間した後、さてやろうか。ああ、わからんわ。終わり。あるな。サラダの国のトマト姫パターンあるな。何ここ。ここは多分なんかあるやろ。角の方に多分隠しなんとかがあるよ。ほら。ほらほら。ほら、なんもないわ。その、このゲームのちょっとあれって思うところが、入り口と出口が、なんか、うまい、ほら、ちょっと離れたところに出るでしょ。ちょっと離れたところに出るでしょ、この出口が。この辺。こういうところ。これはまあ、隣だけど。こういうところだよね。このゲーム。
ってなるのか。まあ、これがね、あの、星を見る人っていうゲームだったら、とんでもなく離れた街に出るから。入り口と出口の、こう、つながりが。あれ？あれ？どこ？ここ。どこ？目的地と、現在地どこ？わしは今、何を目指して歩いてんだ、これは。そして、行き止まらない。行き止まる？行き止まった？行き止まってる。もう。どこに行けばいいのこれ。何を探してるんだ今。何と戦ってるんだこれ。ここは帝国の工場です。で？で？だから？ここは帝国の工場だから？アイテムとか情報とかは？ないのかな？ローラー作戦で隠し扉なんちゃらを見つける作戦も無理か。ないか。そうか。ここ何しに来たの？ウルトラザウルスの足を見つけに来たのってここだっけ？それで終わり。ない。ウルトラザウルスの足で終わり。で、決定でいいですか？はい、了解、帰ろう。さあ、帰り道はどこだ、これ。どっから来たっけ？とりあえず、フロア1に、上の階に戻ればいいか。これ下やろ？あれ？あれ？これでいいんだっけ？これで出られるっぽいな。いや、作った人の性格、いや、まあ作った人は長く遊んでもらおうと、そのためならバランスとかいいばっていう。さてどうする。南、あ、了解、南ですね。ちなみに先ほどからコメントであったような気がしますが、このゲームの BGM は、久石譲さんという方が、手掛けられたそうです。このゲーム、ゾイドそのものに関わってるのかな？このゲームにたまたま関わってるだけなのかな？きっ
とニコニコで実況向きのゲームとして作ったんだよ。先見の明がすごいな。まあ、だとしてこのゲームをその放送してるの何人いるだろうか。まあ、知る人と知るですね、あの世界の実況王というかね、あのレトロゲームの RPG の配信といえば任せろでおなじみの JOS という男もですね、どうやらこのゲームをかつてやったことがあるらしいですので、まあ、知る人と知るですね。レトロゲームの香ばしい系の RPG だったらあの人にやらせりゃいいじゃんと思ってたらもうやってたらしいって、恐ろしい話ですわ。ちょい、あ、いいのか。JOS はウルトラザウルスまで作ってクリアしたと記憶しております。ほらね、さすがですよ。私みたいにそんなもうこんなもんでよくないって言って妥協するようなもうヘッポコ野郎とは大違いです。もうこれからあの人に無茶振りすればいいんだ。初めてファミコン買った時に一緒に買ったわ。心中お察しいたします。思い出深いゲームになったことでしょう。定価で買ったのかな、中古で買ったのかな。なんかでも見たことない敵がいるような気がする。このなんか赤黒の敵っていたっけ前、さっきから。こいつはイグアンだからいるけど。定価で。素晴らしいですね。どこまで来たかっていうのを分かりやすく言うとするとどうなのかね。初めて海を渡って、工場を一つぶっ壊して、で、一つ目の街っぽいとこに来たっていう感じ。ゼータガンダムホットスクランブル。えらいものを。でもあのゲーム極めればというか、ある、遊び方分かれば面白いらしいって噂を聞いたことあるけど、どうなんですかね。そこまで、そのレベルまでやり込んだ人はそんなにいないって話だから。ポパイ、ピンボール、ドンキの算数遊び。また、1983の名作を。ピンボールは84、1984かな。ポパイはあれですよね、ローンチというか同時発売タイトルでしたね確か。ドンキーコング、ドンキーコングジュニア、ポパイでしたっけ最初は。最初はあんま覚えてないんだよな。あんまっていうか全然覚えてないんだよな。気がついたら家にもうすでにあったしな。その兄弟がいるから。マリオ、グラディウス、影の伝説とかはもうすでになんか記憶にあるもんな。サンマの名探偵とかも。Thank you.
長い、とても長い裏技を使って無敵にして初めてクリアを見ました。ゼータガンダムホットスクランブル、ゼータガンダムホットスクランブル面白いよって言ってる人確か調査んじゃなかったっけな。どうだったっけな。どんなゲームか自分は分かってないですけど、シューティングなのかな、シミュレーションなのかな。テグズな、テグズな、どんなゲームか。それもシューティングっぽいよな、確か。いや、持ってはいるけど知らないな。日物？あのパッケージどこだ？まあ、このゲーム戦闘画面知らない人が見たらもう何のこっちゃ分かんないだろう。敵の弾を避けながらこっちの弾を当ててます。十字キーの左右、上下左右を押しながら、そんな感じ。地味な戦闘やわ。ゼータはこういう戦闘と横スクロールのステージ。ほう。わあ、広いな、ここ。やっぱ無駄な橋。何の旅かけられてるの、この橋。橋の先が壁ってどうなん、どういうことなの。テクザーの画面がわからないな。それが横スクロールってこと？覚悟しろが多いね、このステージ。あー、誰か死にそう。今誰戦闘してんの？バリゲーターかな？ゴジュラスはもうなるべく戦闘で使わない方がいい。うわー、今のシールドライガーか。シールドライガーがね、私の滑舌の苦手なところなので、うまく言えないんだよ。なんだ、ラリルレローが苦手なのか。生き七二とラリルレローが苦手っぽい。にゃあ。早っ。ルドも、シールドがなんかちょっと、シールドも言いにくい上、そっからラ行が入るからもう、スルルルルルルになっちゃう。ロロロロロロロってなってしまう。ホットスクランブルはゾイドのような FPS 視点のシューティングが前半、後半は急に基地内で横シューティングになります。16名同じ構成。その前半後半、前半後半を16ターンやるのね。そうなんですか。それはね、ゼータガンダムのストーリーとかを知ってればこう面白い感じ。自分あんまりガンダム好きっちゃ好きですけど、そのがっつり知らないのでね、ある程度ぼんやりとしか知らないので、まあ、その程度好きという単語を今よう使ったなって話だけど、そこはいいじゃん。よし。
シナリオとかないので全く関係ない。あ、そう。モビルスーツの名前をうっすら知ってれば十分。あ、そう。この辺でちょっとセーブするわ。もうレトロフリークの機能をガンガン使いますもん。敵が出てくるなーっていうぐらい。え、敵が出てくるなーっていうぐらいってことは、ちょっと待って。ランダムに出てくるっぽい敵って感じだ。こんなやついたっけって感じだ。コアなファンじゃないとわからないっていう意味か。意味か、そのコメントは。よし。ふう。あれ？あれ？ここは何しに来たの？これ。ただ解放するだけ。なんかあんのか、こう。さて、ここでクエスチョン。お、不思議発見か。黒柳さん！なんも突き当たりなかったぞ、でも。今までは、こう、この空白でドンって当たるところを調べるみたいな感じだったけど、それなしなのかな。湖の砦と同じで隠し階段見つけないと通過できないです。酸素パイプ、星を見る人の酸素パイプ状態。くまなく調べたらヒントなしでも階段見つけられる。え？そう、いやだからその、とっかかりある、とっかかりっていうかその、空白にドンってぶつ当たるところはあるのかな？一マスずつ調べろっていう。今日ヒント言ってた人がいた。マジか。え、ちょっと待って。あれでしょ？じゃあ、ネブラスの階段には気をつけろでしょ？何をどう気をつけろって何も一言も言ってねえで、あらな野郎。あんなもんがヒントで認められるか。ローラー作戦で見つけろ、見つけろってバカじゃないの？バカじゃないのそれ。
しいところがある。惜しいとこがある。惜しいとこ。おかしいとこ。おかしいとこ。惜しいとこ。惜しいところ、惜しいところ。惜しいところ。上半分。気になる場所は一箇所ある。そのバックステージバスで人の名前を語るのどうかと思うけど。ここ調べたよね。わかりやすいっちゃわかりやすいところ。ヒントした JOS。わかりやすいっちゃわかりやすい。わかりやすいっちゃわかりやすい。調査は雑なことばっかり言わないとも。風評被害がひどい。じゃ人の名前を語って。どこだ。これだからローラー作戦しろって言ってんのこれ。惜しいところがどっかある。惜しいところ調べたってこと？なんで見れない時に限って上位をするんだよ。じゃあシェフさんこれどこ？どこ？入り口どこ？ここのマップのどこかになんか入り口だか階段だかがあるらしいっていう噂なんですけど、ノーヒントなんですけど。いや自分も今日やるつもりはあんまなかったんですけど、まあある人からですね、うるさいやれっていうラインが来ましてですね、ひどい話ですよ。ひどい話ですよ。
ほんと酸素パイプを思い出されるな。ゾイドの階段は大体隅っこを了解しました。でもここ一個一度ってめっちゃ怪しいよね。でもそれがないんだもんな。配信ハラスメント間違いなくハラスメントやる。最初から見たかった。タイムシフトで見てください。すっげえ愚痴ってるからすっげえ愚痴ってるからそれの階段見つけるためのフラグは立ってるの知らんどうですか、立ってますか、立ってませんか。そんなことある、そんなことある。ここの囲まれたところも全部調べたよね。なんならこのゲームにフラグなんてものあるのもうやだやだこのゲーム怖いよこのゲームちょっと画面4分割してどこか教えて。ちょっと画面を4分割したところのどれか教えて心が折れてくる。これ川の中入れないもんだって。それも考えたっちゃ考えたけど、中心点、中心点、マジで新王点をついた。これで血は止まるはずだ。中心点でどこよ絶対そのコメント雑なコメントだもんな。どこを中心点もうてかこの一箇所ずつ調べるっていうので合ってるかどうかもわからないのこれ。に、どれがどの番号かは、聞いてないけど、2はここでいいの。あ、違う。2はここでいいの。左に見えてる橋の上から左へ。嘘。わかんねえってこんなもん。わかんねえってこんなもん。諦めるとこだぞこんなもん。ここ諦めるとこだよもう。絶対見つからんこんなもん。ノーヒントでしょしかも。これを探すにあたってヒントあったのは、ネブラスとかいう街の階段には気をつけろっていうコメントですからね。何をどう決めつ、気をつけるのかもわからねえ。もう、バカ。で？最初に橋の先に壁って言ったところ、まあまあまあ、だけど、いやまあ、確かに目の前壁しかないじゃんっていうあの橋は怪しいけど、そこから左右調べますかね？そうそうそう、あの橋は気になってるものの、意地悪。これで帝国首都へ一本道です。どういうこと？あ、ここ？ここ行けばもう終わり？クリア？ここ落とせばクリア？もしかして。マジで？ここはじゃあロンダルキアの、ロンダルキア？あ、わかんねえ。もう覚えてないからもういいや。ドラクエ2を覚えてないからもういいや。ちょっと待って、階級って今のでいいのじゃん。エンカウントするんじゃねえよ。今め、シンボルエンカウントの敵が見えないってどういうことよ、バカか。シンボルエンカウントのルール守れ。
こっから先は多分火種がやばいんだろうな。この、じゃあ、クリアはもう土日でいいんじゃない？土日にやればいいんじゃない？ちょうど。ちょうど、見れない時間帯を狙ってやればいいんじゃない？意地悪！ドラクエ2みたいに MSX 版ゾイド中央大陸の世界を並走しましょう。あんの？え、それあるの？土日で終わればいいね。いやまあ基本平日にしますけど、でも今日多分そのラストダンジョンはなかなか時間かかるっぽい噂なんで、多分印象なんで今日はもう手前で終わらす感じにします。マジかー。てか、2は MIV さんがやってくれるという約束なので。多分、10年以内に。なんならもうラストダンジョンが見えるとこまで来たってことはもう実質クリアですよね。つまりもう今日で終わりでもいいですよね。実質。あとは君の目で確かめてくれパターンですよ。 V ジャンプの攻略音システムでいいですよ。俺がやってもね、すぐそういうこと言う。すぐそういうこと言う、この人。ちょ、何言ってるかわかんないです。あれ、まともな人がいるな。おかしいな。コメントにまともな人がいるな。入ってみようか。ちょっと入るだけ入ってみよう。BGM 変わらないので一回出るわ。一回出るわ。さて、今何時？あ、1時半じゃん。よし。よし。今日はもうここまでですね。もう、あ、もう3時間近くやってるじゃないですか。もうこれ働きすぎです。オーバーワークです。よし、というわけで、なんか、ラスボス戦は BGM 変わりますよ。本当に？割と BGM 変わらなかったゲーム多いですけど、ラスボスなのに。怪獣物語とか。まあ、いろいろなんかあったような気がする。あれ、桃太郎伝説って BGM 変わったっけな、最初、最後。あと、スーファミのスーパーサイヤ伝説もラスボス戦 BGM 変わんなかったじゃん。よし、というわけで、今日の放送はこれまでとしておきます。また次回はいつになるかわかりません。まあね、今年やれるかどうかもわかりません。平成のうちにやれるかどうかもわかりませんが。で、またゾイド中央大陸の戦いは、次回へ続くという形ですね。はい、というわけでお疲れ様でした。というわけで、ニコニコ生放送、YouTube、どちらで見られてる方もありがとうございました。というわけで、いいですか？なんかもう言い残すことはないですか？言い残すこと、思い残すことはないですか？ニコニコの方563人来てる。ありがとうございますだ。
ありがとうございます。YouTube の方は、12人見てる。ありがとうございました。もしよろしければ高評価とかも、どうでしょうか。閻魔戦変わりましたっけね。あんま覚えてないんだよな。ただ、閻魔戦すごいきつかった。運ゲーだったっていう記憶しかない。よし、というわけでお疲れ様でした。さようなら。さようなら。お疲れ様でした。最後にバックステージパスを荒らしていく鬼畜野郎。お疲れ様でした。